皆さんこんばんは。日本語教師のエリコです。このポッドキャストでは、日本語学習者の方、そしてネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードを日本語でお話ししています。皆さんは、決断力がある方だと思いますかそれとも、優柔不断な方ですか優柔不断というのは、 判断がなかなかできなくて迷ってばかりいる様子のことです。例えば、レストランに行ってメニューを見ると、あれもこれも美味しそうに見えます。そんな時、皆さんはなかなか決められなくて時間がかかってしまいますかデパートにカバンを買いに行って、すごく素敵だなぁと思ったものが予想以上に高かった時はどうしますか 私は食べ物ではあまり迷わないんですが、カバンや服などのファッションアイテムを買うときは結構迷います。例えば、もうちょっと明るい色だったら最高なんだけどなぁとか、もうちょっと軽かったらいいのになぁとか、もうちょっと安かったらいいのになぁとか、散々迷った挙句に選んだものって、後で後悔することも多いような気がします。だから最近は、 これがいいとはっきり思わない限り買わないようにしています。散々というのは状態がとても悪いという意味で迷ったあげくはけえあげくの文法でいろいろしたけれども結局残念な結果になるという意味です。だから私はいろいろ考えてひどく迷って買ったけれど結局買わなければよかったなぁと 後悔することもあります。皆さんはそんな経験はないですか食べ物や生活で使うものの買い物だったら、ちょっと失敗したなぁと思うだけで、人生にそんなに大きな影響はないと思うんです。ただ、私が迷っても実行するようにしていることがあります。それは、何かを始める時ときとやめるときです。 迷う理由が失敗するのが嫌だとか、めんどくさいからだとか、初めてのことで怖いからだとか、そういう臆病で怠惰な気持ちから出てきたものなら、絶対に一歩前へと決断するようにしています。臆病というのは小さなことでも怖がる様子や人のことです。怠惰というのは、するべきことをしないで、 怠けていることです。例えば、仕事で新しいプロジェクトを始めるとき、やることが増えて大変だなとか、失敗するのは格好悪いなとか、今のままでも問題ないよね、というような、前に進むことを拒否するような気持ちが出てきたら、そんな心の声はできるだけ無視しようと思っています。そして、 一歩前へと自分に言い聞かせます。誰だって初めて何かをするときはちょっと足がすくんだり心配したり落ち着かなかったりしますよね。足がすくむというのは緊張や恐怖で足が硬くなって思うように動けなくなる状態のことです。でもそれを乗り越えなければ私たちは成長できないし、 新たな感動に出会えないと思うんです。もちろん何かを決断すれば失敗することもあるし、うまくいかなくて後悔することもあると思います。でも、それは悪いことではないと思うんです。発明家のトーマス・エジソンの名言にもあるように、失敗ではない、うまくいかない、 一万通りの方法を発見したのだと視点を変えれば自分の決断を誇りに思えると思います。だから私は特に何かを始めるときに迷ったらそれは臆病で怠惰な気持ちから来た言い訳じゃないと自問自答します。自問自答というのは自分で自分に質問して 自分で答えることです。私はよく、今日は仕事して、運動して、勉強して、料理して、と、たくさんの目標を掲げるんですが、あっという間に夜になり、一日が終わっているんですよね。本当に一日は24時間あるのかと疑ってしまうこともあります。皆さんはそんなことはないですかそこで、 これではいけないと思っていろいろ考えたんです。特に私は何かに取り掛かると同じことをずっと続けてしまうのでいろいろなことができなくなってしまうんです。そこでまずは以前に流行ったポモドーロテクニックを試しました。皆さんはポモドーロテクニックを知っていますか聞いたことがないという方のために 簡単に説明すると、ポモドーロテクニックは、効率的に仕事や勉強をするために、集中的な作業時間と休憩を交互に繰り返して時間を管理するテクニックです。具体的にやり方を紹介すると、仕事や勉強のタスクを25分続けた後、5分間の短い休憩をとります。この25分のタスクと、 5分の休憩を4回繰り返した後に長い休憩を取るというものです。どうしてこのテクニックにポモドーロという名前が使われているのか気になりますよね。ポモドーロといえばイタリア料理によく使われているので皆さん聞いたことがあると思いますがイタリア語でトマトのことなんですね。実はこのテクニックを生み出したのは イタリアのコンサルタント、フランチェスコ・シリロさんです。彼が大学生だった時に、集中力がなかなか持続しないことに悩んでいて、時間の使い方を見直してみたそうです。そして、人間の集中力が持続する時間を計るために使ったのが、トマト型のキッチンタイマーだったんです。そして、25分のタスクと、 5分の休憩が集中できて効率的な結果を出せる時間の使い方だと考案されたんです。数年前までは日本語学習者の方からもこのテクニックを使って勉強しているとよく聞きました。でも最近はあまり聞かなくなりましたので、今はもっといいパフォーマンスを生み出す時間管理法があるのかもしれません。 ぜひ知っている方は教えてください。ちなみに私はポモ道路は続けられませんでした。タイマーが鳴ってもついついタイミングが悪いからここで休憩したくないなと思うことが多くて、タイマーの音が鳴るたびに邪魔されているような気がしてイライラしてしまいました。私と同じような経験をした人はいませんか タイマーの音が鳴れば、ここで休憩と潔く決断して休憩していれば何か変わっていたのかもしれませんね。潔くというのは思い切りが良くて未練がない様子です。未練というのは諦められないことです。もうちょっとという未練を断ち切って、ちゃんと定期的に休憩していれば、 実はもっと早く仕事は終わっていたのかもしれませんね。急がば回れだったのかもしれません。急がば回れということわざは、物事は慌てずに着実に進める方が結果としてうまくいくという意味で使います。私の場合は、急がずに25分ごとに休んでいた方が、 実は最終的に早く仕事が終わっていたかもしれません。25分で一旦休憩するのは小さな決断ですけれど、この小さな決断を何度も何度も繰り返していたら、ものすごい結果を生み出せていたかもしれません。さて、今日は決断に関する話をしながら、優柔不断、あげく、 足がすくむ、自問自答、急がば回れという言葉について説明しました。ちなみに人間は一日に最大3万5000回の決断をしているそうですよ。どんな大きな人生の変化も小さな一つの決断から始まりますので、ちょっとした決断もなんとなく習慣に流されないで意識していきたいものですね。 YouTube チャンネルではこのポッドキャストで紹介した言葉を使ってお話しするライブ配信をしていますもしよかったら YouTube チャンネルの登録をしてライブ配信に遊びに来てくださいねインスタグラムでもいろいろなお知らせをお届けしていますのでよかったらフォローしてください YouTube もインスタグラムもエリコジュク erikojuku で検索できます それでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました次回も聞いてくださると嬉しいですではまた